桃太郎地区と名付けられ、市民サービスも商業施設も行き届いたパラダイス。そこから先はお肉と名付けられ、日雇いで細々と暮らすお肉民たちが貧民街を形成。やがてアジア最大のド貧民街と呼ばれるようになっていた。いやー、もう衝撃的なねワードが散りばめられておりましたけれども、はい、これは現在公開中の映画風が悪い前編のワンシーンだったんですね。はい、今日はこの映画を制作されましたシネマファクトリーの福田さんと吉田さん、そしてキャストの藤原さんと中川さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。シネマファクトリーの皆さんは15年ほど前から岡山で自主映画の制作をなさっているんですが、今回の新作映画風が悪いという、これは岡山弁で世間体が悪いという意味だと思うんですけれども、これどういった物語なんですか？はい、舞台は2030年の近い未来の岡山なんですけども、はい、主人公はですね、68歳の女性ということで、郷土愛と人生の終末をテーマに作りました。はい、それはまたどうしてそのようなテーマで物語をお作りになったんでしょう？はい、そうですね、まあ、岡山か今変わりつつあるところもあると思うんです、まあ、常に変わってるんですけども、まあ、この変わりつつあるということを、まあ、私たちなりに考えてみたかったというところがあります。はい、この映画福田さんは監督もなさって、はい、で脚本も編集も制作も全部なさってる、はい、ということなんですけども、はい、オール岡山ロケで、はい、役者さんも作り手さんもみんな岡山の方なんですか？そうですね、今回企画自体が岡山を考える映画3部作っていうのを考えまして、はい、その1部目が今回の風がわりの前編なんですけども、はい、その岡山を考えるのにやっぱり作り手も出演者もロケ地も全部オール岡山でありたいなと思いまして、出演者の人も皆さん岡山の人にこだわりました。全部岡山ということですね。全部岡山ですね。で、はい、タイトルが風が悪いじゃないですか、岡山弁、これどういった意味合いから取られたんですか？まあ、世間体悪いとか訂正悪いっていう意味なんですけども、はい、私なりに歴史を紐解いたら岡山県民の、ね、なんか行動基準が風が悪いかどうかで決めてるような気がする、県民性がね、分かる気がする、気がすると思いました。そういうことにしました。キーワードになるということで。そうですね。でその皆さんが岡山の方なんですが、当然役者さんではない方もいらっしゃる。実は中川さんは役者ではないんですよね？ではありません。普段は何されてるんですか？会社の経営を。今回なんでこの役者として参加されようと思ったんですか？そうですね、まあ、私も岡山で生まれて岡山で育ってきた人間なんですけど、まあ、今回出演のオファーをいただいて、まあ、客観的に岡山をもう見てみようということ、それからまああといいとこも悪いとこもですね、まあ岡山県民である自分自身とね、まあ、向き合う一つのきっかけになるかなと。岡山と向き合う自分自身とも。そうですね。ああそうですか。藤原さんはどうなんでしょうか、実際に、ね、映画にご出演なんですが。はい、霊霊楽しませてもらった、はい、本当ですか？霊霊、はい、霊霊、はい、今岡山弁喋ってますけど、はい、ちょっとで本当に皆さんこう作り手の藤原さんですよね。藤原さん出てました、出てました、本当にもう愛がこう感じられる現場で、とても本当楽しませてもらって、もう皆さんとは僕自身はなかなかこう絡む機会がなかったんですけども、はい、はい、もう本当に中身こういろいろ制作の流れとか見させてもらって、とても楽しました。ニュースキャスターか何かの役でしょ？いや、ではないんですね。秘密、それはこれはいいんですか？言って言っては僕は桃太郎地区の方の御曹司。御曹司、御曹司、なんかそう気配が感じましたね。七さんがパッチリ決まってましたけどね。かなりの、ね、人数が多いですよね。キャストかなり多いんじゃないですか？はい、どれぐらいの方が出れば100人以上は。そんなに、はい、全て岡山の方で。岡山の方です。実はこの作品はさっきおっしゃいました、うん、全3部作の前半ってことはどのくらいだと作っていかれるんですか？はい、この風がわりの後編がもちろんございまして、はい、その後2分目3分目と岡山を考えるというのは変わらないんですけども、いろんな角度を切り口を変えて作っていきたいなと思っています。3部作の1部作の前編なんですか？はい、そうです。じゃあまだこれから後編があって、さらに2部目3部目、はい、ほら何年目処に考えてらっしゃるんですか？何年でしょうね、僕もちょっと知りたいぐらいですね。ちなみに後編の撮影は始まってるんですか？いや、まだこれからですね。この前半がちょっと上映が終わってから撮影に入ろう。
今ね上映ちょうど上映中なんですけれども、実際この手応えっていかがですか、上映してみて。いやもういろんな反響もあって、もちろんあの厳しい意見もありますし、はい、あの頑張ってほしいっていう意見もありますし、まあ、とにかく後編になんか期待してるみたいです。へー、2月6日までもうすぐ終わってしまいますからね、はい、ぜひ岡山メルパまで岡山の、まあ、いろんなことを見直すきっかけになるかもしれません。ぜひご覧になってみてください。今日は皆さんにねゲストとしてお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ではコマーシャルの後は岡山のいいものを見つけた